七夜の神罰。敵全体に間接攻撃を行う新鮮の特化技能です。これでダメージを1万出すにはどのくらいの攻撃力が必要なのでしょう。まず攻撃力1282、5334、4918、5391、平均5214。攻撃力を上げて2506、1224アップ、7763、7244、7793、平均7600、2386アップ。攻撃力1でダメージ 1.9 アップ。ということは、ダメージを1万出すためには、攻撃力を1263アップする必要があり、攻撃力3769を目指すことになります。先は長いですね。